今週から始めるですね、通販用の T シャツの印刷をしたいと思います。これはシルクスクリーンというスクリーンに版を露光してですね、でこれ T シャツをセットした T シャツの上に版を置いて、今日は白に少し黄色を混ぜたインクを調合して、少しクリーム色に見えるように、でこれを印刷したい版の上の部分にインクを乗せます。インクを置きます。これスキージというもので、ね、僕はだいたい45度ぐらいで、割と1回目強めに印刷します。で2回目はちょっと乗せるように少し緩めに、はい、スキージからインクを落として、スキージを固定の場所に置きます。で手にインクがついていないか確認して、はい、1枚表ができました。こんな感じで超 DIY で1枚ずつ印刷していきます。